おはようございます。前のビデオではイントロプトを使用してボタンのスイングを読み取り、イントロプト機能をチェックします。次にボタンを読んでレプシントを数える練習します。前のビデオではレプシントをピン L コントロールです。このバス L では、レプシメントを選びます。これは、ボタン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 シングをピン、ボタンシングをピン L です。これは、数のバライボーです。これは、レプシメントをテーブルです。例えば、0123456789です。はい、今、合わせ足はプログラムします。今、インテルプ機能です。ボタンシグナルは、1です。1場合は、数のバライブは input のモードは boolean register です。まあは interrupt raise モードです。
今はコンパイルします。今はロボットをします。はい、今、わしあじは結果チェックします。